人気応援接センターから来ました吉川です。よろしくお願いします。今日はですね、今ご紹介分かりました通り大規模商用 Linux の適用拡大に向けた取り組みとしてコミュニティにおけるノウハウ共有の必要性について説明いたします。まず今日の発表内容なんですけれども、軽く自己紹介をさせていただきまして、その後、最後ノウハウ共有とその課題に至るまで順番にお話しします。まず自己紹介なんですけれども、私は現在、NTT OSS センターというところでオープンソースの、関連業務に従事しています。私の担当はですね、一応 OS 担当ということになってまして、主に Linux ですね、に関するサポート業務などを行っています。で一方ですね、アップストリームのコミュニティ、当然 Linux を中心としたコミュニティですけれども、そういったところでの開発活動ですとか、業務の発表ですとか、そういったことも行っています。で下はですね、一応OSS センター の、 立ち位置ですね、 NTT グループ内における立ち位置と、あとコミュニティですとか外部と の、 連携の関係を示しています。簡単に説明しますと、NTT グループ各社に対して、OSS 業務サポートするというような業務が中心になってまして、他にもオープンソースをこちらから、適用推進ということで使ってもらえるように推進活動を取り組んだりですとか、右側の方では外部のコミュニティと、連携した開発を行っているということですね。で私の立ち位置はこの真ん中のところで、左側のサポートもやってますし、対して右側のアップストリームのコミュニティとの関わりというのもやってます。今回の発表はですね、こういう両側を見て真ん中にいる立場として感じた問題点についてです。ここで最初にちょっとですね、準備として最近ですね、 Linux サーバーの利用形態と活用の目的をですね、大雑把に分類してちょっとお話しさせていただきます。一応便宜上ですね、3つ分けています。一番上がですね、ハイエンドの、性能志向が高いユーザーで、その下に、一般的なっていう言葉が適切かどうかわからないですけれども、多くの企業で使っておられるユーザー、一番下個人レベルのユーザーですね。一番上 の、 ハイエンドのですね、性能志向が高いユーザーなんですけれども、典型的な例としては、今日はツイッターの紹介なんかも午前中にありましたけれども、世界規模のインターネットサービスを展開しているようなところですね。こういったところでは、例えば莫大な数のサーバー群を抱えていたりですとか、あと、1台あたり仮に小さな数パーセントの性能向上であっても、サービスをスケールさせることでかけたコストを回収できますので、巨額の開発費みたいなものをどんどんつぎ込むという、そういう特徴もあります。そうですね、サービスをとにかくスケールさせて回収できるという特徴があります。で最近ちょっと Linux に関するニュースサイトなんかでも取り上げられていたんですけれども、こういった企業、特に欧米の企業多いですけれども、大量のカーネル開発者を囲い込んで、内部にその、OSS のエンジニアを囲い込んでサービスを開発するという、そういうスタイルをとっている傾向があります。まとめますと、サービス規模の追求がメインであって、そのためにかけるコストも大きいです。でもちろんコミュニティ発表みたいな場での発表とかでもそうですけれども、開発コミュニティの注目もやっぱり受けやすいです。最先端の新しいことに取り組むっていうことが多いですので、注目も受けやすいという特徴があります。対してですね、真ん中に位置する一般的なユーザーに関してなんですけれども、こちらはですね、例えばですけれども、サービス範囲が限定的であったり、これは必ずしもサービス範囲が狭いと言ってるわけではないんですけれども、無限にいくらでもそのサービス範囲を広げたいっていう用途ではないという意味ですね、限定的であったり、あとはですね、もうとにかくシステムの構築費用はできれば抑えたい、当然ですけれども、ある一定に抑えたい、である一定の性能要件を満たせればそれでいいんだという割り切った考え方だったりします。で当然そうするとかけられるコストっていうのが決まってきますので、その中で抱えられるエンジニアっていうのも限定的な数になってきます。
まとめますと、期末性の要件を満たしつつ、ベンダーロッピング回避ですとか、TCO 削減みたいなオープンソースの、元からある目的ですね、使用目的を達成したいということです。で、おそらく日本でも非常にこういったユーザー一般的だと思うんですけれども、残念ながら一番上のハイエンドのユーザーの活動に比べて、ちょっと話題になりにくいっていうのは問題があると思います。次にですね、個人レベルのユーザーなんですけれども、例えばですけれども、開発用ですとか、個人でデスクトップ環境で OSS 使っているっていうようなユーザーが考えられます。でも用途は多様ですね。趣味かもしれませんし、個人的なプロジェクトかもしれません。特徴としてはですね、企業ユーザーと異なって制約がない分、バグの報告ですとか、あと自分が思いついたような機能ですね、開発結果っていうのを自由に貢献的、貢献しやすいというような特徴があると思います。で、個人レベルのユーザーって一番下に書いてしまうと、なんとなくその存在感としてないように思えてしまうかもしれないんですけれども、オープンソースのコミュニティ、ちょっと特徴的なところがありまして、こういった個人レベルのユーザーが実はコアな開発者だったりというコミュニティもたくさんあります。なので、こういった質問の広い下の方のユーザーも無視できない存在ですね。こういったユーザーが開発しているものが、循環してハイエンドユーザーのところに使われるような機能になったりすることもありますので、非常に重要な存在です。今ちょっと最後に申し上げましたけれども、こういうピラミッドのような形で、例えばですけれども、新しいハードウェア、何か最新のハードウェアが出たりですとか、メモリとか CPU みたいなものがこう大容量になったり、量が増えたりしたとき、おそらく最初にハードウェアって触るのは、一般的にはお金かけられるハイエンドユーザーであったりとか、企業ユーザーであったりすると思うんですけれども、大体こう時代がこう動いていくことに、上で使われたようなスペックのものが下に流れていくという結構ありますので、理想としては、こういったそういう新しいハードウェアを活用するユーザーの裾野っていうのは、うまくこう下に広がっていく必要があると思います。ただですね、難しいのは、裾野の広いユーザー、下の方のユーザーになってくるほど、いろいろたくさん増加するノウハウに、ね、個人で全て対応したり、修復したり、ノウハウを蓄積させたりっていうことが困難になってくる。はい。この後ですね、ちょっと私がその今言ったようなノウハウを内部で全部持ったりするのが困難になるという話につなげるために、ちょっと準備として最近の主要Linux サーバーの傾向というのをお話しさせていただきます。僕一部だけ紹介してますけれども、例えばサーバーの方では、さっきちょっと話しました通り、コア数すごい増加しますし、メモリも大容量になってきます。で、そのためのアーキテクチャとして、NUMA みたいな、NUMA マシンみたいなものになってきたりしますね。ネットワークの方で、KNG ですとか、それに対応したようなハードウェアの遅延機能ですとか、そういったものが搭載されたりします。で、カーネルは当然そういったサーバーの変化に対して対応する必要がありますので、増加するリソースに対応したカーネルのコードが入ったりですとか、あとはですね、できるだけその NUMA みたいな構造、新しいものが入ったとしても、すでに動いているアプリケーションにはそういったものをあまり意識させずに、うまくそのいいところだけを取りたいというような、そういう特徴ある開発があります。ちょっとだけ数字の例を挙げますと、普通の一般的な企業で使うようなサーバーでも、ルーママシーンで最近数十コアですとか、もう数十ギガバイトなんて当たり前で、100ギガバイトを超すようなメモリーの場合も時々見られます。で、ゴールはこういった Linux サーバー上のアプリに搭載されたリソースをちゃんと活用させて、システムの性能要件を満たしたいということです。ここで言ってる性能要件というのは、先ほど書いたピラミッドの一番上の性能志向が高いユーザーが目指すような、何パーセントでも小さいのでもいいので、最適化を目指しますというよりは、大体リソースを使って、決められた性能要件、かけたサーバー化のためにかけたコストを見合うぐらいのほどほどの性能要件ということです。で、そこでちょっと、
私たちが経験したトラブル事例について紹介します。いろんなノウハウが世の中あるんですけれども、それでそういったノウハウがあるので、それを組み合わせればうまく Linux 動くんじゃないか、まあ、最近のサーバーに対する、対応するための機能も開発されているし、どうも宣伝されていることをそのまま受け取ると、これだけスケールしますっていうのがいつも出てきますので、おそらくその上のサーバーの上に Linux インストールして、最近のアプリケーションなんでもいいんですけれども、ここでは PostgreSQL を例として出しますけれども、こういったものをインストールすればうまくいくんだろうというのが、一般的な感覚です。ただですね、現場ではいろいろ苦しんでいる現状がありますので、実際この構成でどういうトラブルが発生してどういうふうに対処することになったかというのをご紹介します。1個目がですね、THP っていうカーネルの機能との DB の相性の問題です。このサーバーはですね、メモリが 64GB を超すようなメモリだったんですけれども、で普通はですね、これぐらいのメモリのサイズになってくると、通常の 4KB のページの管理だとページ数が非常に多くなってですね、管理オーバーヘッドが大きくなる、でメモリのリソースを、理想的なその活用ですね、管理オーバーヘッドを抑えて十分に理想的に使うには少しページ数が大きすぎるというようなサイズになっています。でこういったものに対応するため、昔からのヒムジページというものを考えられてまして、実際 Linux でも使えます。これはですね、2MB ですとか、そういったある程度大きい単位 のページを使ってメモリを管理する機能です。でカーネルは THP で、 T はトランスペアレントの略なんですけれども、そういったヒュージページをアプリケーションに意識させない形で使わせるための機能を持っています。で私たちが用いた Linux でもこの THP がデフォルト有効になってまして、一般的にはそのまま使いたくなる、ユーザーからすると使いたくなる状況でした。ただですね、何が起こったかと申しますと、まず初期のレール6では THP そのものが不安定でした。これいろいろバグの情報をレースハートに公開していますので、ご存知の方もいると思います。そもそも THP 機能不安定だったという時期がしばらくありましたし、あとはですね、そもそも DB サーバーみたいなサーバーに対してこのカーネルが自動的に90ページをこう割り当てたりですとか、そのため のメモリのデフラグ的なものを動かすというのが相性がいいのかっていう問題もありました。でですね、結論としては、私たちはこの場合に THP に無効化して、それで性能要件満たしたの で安定動作するようになったので、それで良しとしました。こう書くと単純なんですけれども、現場のユーザーからすると THP は、さっき、お話ししたようなメモリの管理オーバーヘッドを下げていろいろ、性能向上につながる機能ですって宣伝されているものですので、それを無効化するということに対するちょっと心理的に抵抗があるわけですね。なので無効化しても何も問題ないでしょうかっていうのに対して、こう割り切って、安定動作して性能要求を満たせばいいんじゃないでしょうかっていう提案をして動かしてもらいました。次にですね、MUMA固有の問題にどう対応したかをお話しします。で MUMA の特徴なんですけれども、メモリがですね、MUMA ノードっていう単位で、ちょっと分かれてまして、メモリと CPU のペアが、一つの CPU 上のコアから、全てのメモリに対して均等の、スピードとか速さでアクセスできるわけではないという対象でない構成が特徴です。でこういった構成では、タスクが結果としてどこに配置されるかっていうのが実は性能に少し影響します。で実際、こういったサーバー上で Postgres 動かした時に何が起きたかっていう話なんですけれども、特に何もしないで普通に使おうとしていたユーザーが、片方のノードに収まらないメモリをPostgresにしようとした場合に、メモリの使用状況に
偏りが生じて、まあ、いろんなレイヤー、いろんなレベルで問題が起きて動作が不安定になったり、こういう問題が起きました。でですね、もちろんヌーマ上でうまく最適化するようにタスク配置させることができれば、それだけ局所性からの性能の恩恵を受けられるんですけれども、もう思い切って割り切ってしまって、メモリー、まあ、きっと使用するようにメモリーダリーブみたいなことをしてしまって動作安定化させるというのが、まあ、一つの割り切った考え方として、私たち採用したものです。で実際最近カーネルの方ではこういったヌーマ上のバランシングを自動的にするような機能も開発されてはいるんですけれども、まあ、現状、まあ、レル7には入りましたけれども、まだ未成熟って言わざるを得ない状態ですし、やはり割り切って安定動作するようにこう対処するっていうのが現場ではところどころで必要になっていきます。で今は、ちょっとカーネルと、まあ、ヌーマに関するようなお話、問題をちょっとご紹介しましたけれども、プロジェクト試験でこう見ると、実はこう問題は、そういう少数のものをちょっと対応すればいいという話ではなくて、カーネルではアプリケーションコイルのチューニングもたくさんしなければならないですし、カーネルにはそもそもいろんな新機能がどんどん入ってきまして、設定もどんどん増えます。でサーバーもどんどん複雑になってきますので、サーバーコイルの設定もあるかもしれないです。でそれぞれに対して、それぞれのコミュニティですとか、個人のユーザーの、ブログかもしれないですけれども、とにかくノウハウは散在していて、ものによってはそのノウハウの信頼性も疑問だったりします。で最近の傾向として、確かにこういったものに対してクラウドが全て解決するんじゃないかっていうようなものもあって、そういう話も多いです。ただですね、やっぱり多くのシステムが現実に全て今クラウドに移行できるわけではないですし、かつクラウドで対応できないようなスペックのシステムっていうのもありますので、クラウドが万能の処方箋ではないです。なのでクラウド化で全て解決っていうのはちょっと極端な論調が最近こうトレンドとして、こういった場での話をちょっと覆い尽くしてしまうと、一部の領域のユーザーのところに空洞化が生じて問題が起きるんではないかなと思っています。でこういうユーザーのためには、やはりプロジェクトごとに多数のノウハウを全部こうエンジニア囲い込んで保持しなくてもいいように、コミュニティみたいな場所で共有されたノウハウが欲しいと感じています。今ちょっとノウハウの共有に触れましたけれども、現在じゃあノウハウ共有ってどういう状態にあるのかを少しお話しします。で現在すでには私が感じるレベルでいくつか課題があります。1つ目がノウハウの散在で、2つ目が陳腐化ですとか最新情報の不足ですね。あとはですね、いろいろノウハウがあるんですけれども、そのノウハウ間の相性の問題みたいなものもあります。で一個一個ちょっとご説明します。まずノウハウの散在なんですけれども、おそらくOSS で何かシステム構築することに携わったことがある方なら、一度くらいは経験したことあるんじゃないかと思うんですけれども、何か問題が生じたっていう時に、Google で検索するですとか、いろいろ何か検索して、メーリングリストですとか、あと個人ブログなどに何かもしかしたら解決するかもしれないっていうような情報が落ちていることがよくあります。でですね、それでじゃあ全部解決できるかって話なんですけれども、そもそも いろんな問題があって、いろんな設定しなきゃいけない状態で情報全部収集してくることそのものも困難です。あとですね、現場ではその全ての機能に対して自信のある専門的なエンジニアがいる場合は、こういうことないかもしれないんですけれども、全ての専門家が揃ってない現場では、その情報が信頼できる情報かどうか判断することが非常に難しい。そういった意味では、できれば開発コミュニティのオフィシャルなサイトなど信頼できる場所に重要なノウハウが集約されているという、そういう必要があると思います。ノウハウの陳腐化と最新情報の不足なんですけれども、これはですね、例えばさっき
サーバーの例としてヌーママシーン紹介しましたけれども、こういったスペースにスペックにそもそも対応してないものってたくさんあります。で、まあ、ポストグレスのノウハウも一部そうだったんですけれども、例えばもうこれ10年前のサーバースペックではないかなと思われるようなものですとか、いやこれはもうデスクトップにしか通用しないんじゃないかなっていうようなチューニングノウハウっていろんなところに乗っかってます。これ個人レベルのノウハウとかではなくて、オフィシャルなサイトのリンクとかに載ってるようなノウハウでも、こういったノウハウアプリケーションのノウハウとかたくさんあります。でですね、こういう問題の背景にあること、一つの理由の一つとして、OSS の開発者って実はサーバー用で使われるような機能を開発している人でも、開発マシンにデスクトップしか使ってない人ってたくさんいます。で、特に海外とかですと在宅勤務で個人のマシンを使って、コード書いてテストしている人もたくさんいますの で、 でそういった場合、本来は商用のエンタープライズのサーバーを使っているユーザーからフィードバックがないと正しい方向に機能成熟していかないはずなんですけれども、残念ながらですね、そういったユーザーからのフィードバックっていうのはどこのコミュニティでも不足している現状があります。そういう意味ではやっぱり商用のユーザーからのフィードバックに基づいてこうノウハウが蓄積されたりですとか、開発の循環につながるような仕組みっていうのは何らかの形で強化されないといけないと思っています。で、今ちょっとポストグレスのノウハウがっていうのをお話ししましたけれども、アプリの開発が古いカーネルを前提としている、そのために起こるような問題も時々あります。こういった場合ですね、カーネルどんどん進化していくんですけれども、新しいカーネルの機能を使いこなせないですとか、そもそも新しいカーネルと相性が悪いみたいな場合もあったりします。で、ここの課題はやっぱり縮めていかないといけない問題でして、実際そういった問題を意識して改善に向けた動きも一部ありました。例えば2014年の Linux ストレージファイルシステムメモリマネジメントのサミットでは、ポストグレスの開発者が招待されて発表して、カーネルコミュニティの技術者と議論したりしていました。まとめますと、新しいカーネルの機能に対するその適切な設定ですとか、そういったものがタイムリーにアプリケーションに提供されるよう、連携、両コミュニティの連携は強めていく必要があると思います。次にノウハウ間の相性の問題です。これはですね、組み合わせても両立しないことが多いようなノウハウですね。複数のノウハウです。先ほどの問題がたくさんあるんですとか、機能増えていて設定すべきものも増えているというお話しましたけれども、そうすると当然ノウハウもその分増えていくわけですね。ところがいろんなノウハウを見てますと、各機能についてその機能単体だけを考えて、何かを最適化するための方法みたいなのが淡々といろんなところにこう別々に論じられていて、でかつ家電の機能なんかもそうですけれども、特定のユーザーが特定の用途のために導入したっていう機能が結構ありますので、そういったものにしか効かないノウハウとかもたくさんあるんです。まとめますと、全体最適化が考慮できてないということになります。現場ではどういうものが欲しいかって言いますと、特にポスグレみたいないろんなところで使われるような代表的なアプリケーションに関しては、所要のサーバー上で大きなトラブルなく動かすための実用的でかつあまりに項目が多すぎない単純なノウハウっていうのがセットでまとまっていれば、非常にありがたいなっていう、そういう気がしています。で、今、4つですね、私が感じたレベルで、課題をご紹介しましたけれども、当然こういった、課題を改善していくために、何かアクションを取らないといけないと思ってまして、でアクションを取る主体は誰かという考えたところ、やっぱりコミュニティの側とユーザーの側両方なんではないかなって感じます。
コミュニティとしてのアクションなんですけれども、まずですね、ノウハウ共有という形の貢献を評価する必要があると感じています。例えばハイエンドのユーザーが何かすごい目立つ機能、新しい魅力的な機能を開発しました、でコードをコントリビュートしましたっていうタイプのものは、やはり貢献として認知されやすくて非常に目立つんですね。でそこに当然お金も集まるかもしれませんし、そういったところっていうのはエコシステムの中で、ほっといてもある程度うまくいくところだと思います。ただノウハウ共有みたいなものって非常に地味ですし、埋もれてしまうといいますか、貢献として評価されないので、それに対してアクションを起こそうっていうモチベーションも欠如しがちだと思います。あとはですね、ノウハウ共有の場所を提供するっていう必要があると思います。これはオフィシャルなサイトみたいな信頼できる場所にノウハウがあると、その機能ですとかノウハウについて自信がないユーザーでも、ある程度自信を持って信用して使えるっていうお話しましたけれども、そういう場所の提供ですね。こういうのが、カーネルに限らず各 OSS のアプリケーションでしっかりとされることが重要だと思っています。あと古いノウハウの現行化メンテナンスですね。これもですね、コードに関しては古くなったコードを最近のサーバーですとか最近の市場に合わせて更新するというのは、比較的ノウハウに比べればお金も集まりやすく、人も集まりやすく、うまくいきやすいんですけれども、古くなったノウハウを誰かが喜んで自動で更新してくれるかというと、残念ながらそういう現状はないですので、これをですね、現行化したりですとかメンテナンスするようなうまい仕組みをコミュニティで考えないといけないなと思っています。まとめますと、コードの貢献と違って評価されにくいノウハウ共有を促すための仕組みをうまく作って、そういうところで所有サーバーからの所有サーバーのユーザーからのフィードバックを集めていきたいという感じです。対してユーザーとしてのアクションなんですけれども、まずは、特に企業ユーザーの場合はですね、公開できるノウハウを積極的に共有していく姿勢が重要だと思っています。これはオープンソースのコードの共有と同じようなメリットがやはりあると思ってまして、公開して共有することのメリットを何らかの形で後でやはり自分に共有することになると思いますので、こういった姿勢大事だと思っています。あとはですね、今日のこういう場もそうなんですけれども、コミュニティを積極的に活用する、もっと活用するという必要があると思います。特に日本の場合ですね、こういった非常にいい機会がありますので、もっといろんなアクションを取っていきたいと思っています。まとめますと、プロジェクト内部に抱え込んでいるノウハウをコミュニティで共有することによるメリットを理解して、のコミュニティで共有することによるメリットを理解して、オープンソースのエコシステムに各ユーザーがどんどん加わっていくようにしたいということです。以上で今日の話終わりなんですけれども、内容としては最初に Linux サーバーの現状把握で、ブレンドとして搭載されるハイエンドが、ハードウェアがハイエンドでなくてもどんどん高機能になって大容量が進んでいるという現状を紹介しまして、次に私たちが経験したトラブル事例の紹介として、そういったハードウェアを使って所有システムを構築しようとしたんですが、どういうトラブルがあったのか、でかつそのトラブルの経験を通じて、どういうノウハウが必要か、どういうノウハウ共有が必要かっていうのをこう認識したかっていうお話ししました。で最後に、そのノウハウ共有の課題についてちょっとご紹介して、コミュニティというか、双方、私もこの両方に属す立場ですけれども、ここでどういうアクションを取っていきたいかっていうのをお話しさせていただきました。以上です。ありがとうございます。